ちょっと待って、すいません、テイク2。じゃん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 、時事ネタ、ジジイのニュースなんでもござれ。本来のジングルが流れてまいりました。どうもこんばんは、江戸川コナンです。見た目は子供、頭脳は大人でおなじみの江戸川コナンでございます。私は見た目は大人、頭脳は子供でおなじみのジジネタジジイでございます。ですね、まあ、麻酔銃で、ちょっと刺されてですね、いろいろな名推理をしてみたいものでございますが、ね、何かいい案があればメールをお待ちしております。はい、ちょっと あんまり面白くありませんでしたので、もうさっさと行きたいと思います。はい、というわけでですね、今日は曇り空、収録日はですね5月7日金曜日11時52分を回っておりますが、中が曇り空でございますね。どんよりとした気候でございます。これから晴れるようでございましてですね、別に天気予報がデビッド・リンチを満たしているわけではございませんのでですね、あしからず、はい、前置きが長くなりましたので、今日は江戸落語についてボーリング調査の時間がやってまいりました。はい、江戸落語についてというわけで、以前ですね、桂枝雀さんの会がありました。彼は、まあ、上方落語の、名手と言われておりましたが、今回は江戸落語についてということで、まあ、そもそも落語の起源といいますか、落語はどうやってできてきたのかということを少し話しながら、こう探っていきたいと思いますが、まあ、遡ること平安時代、鎌倉時代、まあ、いろんな説話集がありまして、今昔物語ですとか宇治周囲物語などありました。そこにもいろんな面白い滑稽な話が収められておりました。それらを、僧侶が、説教を語るときに題材にしていたという、記録が残っているようでございます。まあ、説教師と呼ばれる僧侶でございますが、はい、そのような説教師というものが、語る、そういう面白い説を語るといったところが、まあ、一番最初の起源ではないかと伝えられているんですけれども、まあ、今の落語という形の、起源と言われているのが、安土桃山時代に豊臣秀吉のおとぎ衆であった安楽庵作伝、安楽庵作伝さん、楽天にいる方の先祖ってある可能性もある安楽庵作伝さんでございますが、浄土宗の説教師でありまして、まあ、もともとおとぎ宗は教養とか娯楽のために大名が抱えていた人々であって、学者や、茶人、僧侶などがなっていたということでございますが、この作伝の、一つの特徴として落とし話の名手だったということで、落ちお後がよろしいようでのオチですね。僕が苦手なところでございますが、その名手で、文人や茶人としても知られておりましたということで、幼い頃から聞き覚えていた笑い話約1000話を集めた書、清水章ということですね。覚めるという字に睡眠の睡に笑うとかで、清水章8冊を表しておりますということで、これが落語の起源ではないかという説があります。私もこの清水章を読んでですね、一応笑いを追求するものとしてですね、笑いを追求するって言ったらまだおこがましいですが、今後追求していくであろうものとして一緒ですか皆さん、この清水章をですね読んで、皆さんもですね、面白い話を、言えるように勉強していきませんでしょうかということで、いずれ読み合わせ会でもしたいですね。はい、というわけで、清水章を表されたこの安楽庵作伝さんが、この小話とか落語の母体となったと言われております。はい、そして、その後ですね、元禄期に移りますと、京都では梅雨の五郎兵衛さん、大阪では米沢彦八さん、江戸では鹿の
武左衛門さんという3人の落語家の始祖が現れましたということで、落語家ですとか、その後あの商業落語家もどんどん現れてくるようでございます。はい、で髪型と江戸落語の違いがここから少し現れているようなんですけれども、上方落語に関しては、辻話が、行われていたということで、観客が御座に座って、机のような台に座って、話し家が滑稽な話をして銭を得るという辻話が行われていたと。まあ神社の境内ですとかお寺の境内、軒先でとかですねで行われていたというところでして、そのために剣台ですか、台、あの講談でよく見られる台とかの上で、扇子だけじゃなくていろいろな鳴り物とか、あとお囃子のための三味線とか、そういう鳴り物が、人を寄せるために、客寄せのためにこう鳴らされた、というところがですね記録として残っているようです。ということはもともとこの落語を聞くために行った人ではなく、それをそこに通っている見物にをこう呼び寄せるための仕掛けなどがあったというところなんですが、江戸落語はそれとは違ってですね、江戸落語はさまざまな屋敷で、招かれて演じる座敷話をという形で行われていたということです。なのでもともとからその落語を聞きに行くためにお客さんが来ていたということで、もう落語のことが興味がある人たちが集まっていたといったところが違いのようです。ですので、江戸落語というのはそういう鳴り物とか剣台というのはあんまりなく、まあその後のいろいろ移り変わって、例えば浄瑠璃とかその他の見物、芸能と合わさってその落語とか小話がされていたという形態はあるんですけれども、上方の伝統とは違って剣台とかはなく、鳴り物とかももともと囃子も太鼓だけだったと。出囃子ですね。出囃子というのは上方からあの今でいう三味線とかが加わった出囃子というのも上方から江戸に移ったという説もあるようでございまして、もともと鳴り物がなく、興味があるお客さんが来てそれを座敷で話されたという形態があった。それが大きな江戸落語と上方の落語の違いのようでございます。これちょっと面白いなと思って、お知らせしております。聞こえますか、皆さん聞こえてますか、ブラジルの人聞こえてますか。あ、聞こえてないですか。ブラジルの皆さん、時事ネタ、時事ニュース何でもござるですね、ポッドキャストでも聞けますので、 Spotify ぜひよろしくお願いします。はい、いいですか。はい、これ全世界で聞けますからね、 YouTube ポッドキャスト。皆さん、あのブラジルの知り合いがいたらぜひ教えてあげてください。はい、というわけで、はい、その後ですね、あの興行として、成り立っていく落語でございますけれども、あれ、あ、聞こえますか。すいません。はい、その後ですね、近代、現代といいますかの落語の祖という人が出てきます。この方が三遊亭圓生師匠ですね。初代三遊亭圓生、役者の身振りを真似るのが得意だったということですが、鳴り物を入れて芝居係となる芝居話を、まあ、そこが始めるんですけれども、そうですね、あ、失礼しました、これ、これは、文政記ですね。これは江戸落語の、有名な方ですね。失礼しました、ちょっと間違えました。これ現代落語のあの江戸落語の、有名な、そのさっきちらっと言ったこの鳴り物、江戸落語の中でも鳴り物を入れて、芝居話を始めたというところが有名な人が、三遊亭圓生師匠でございました。はい、で、その後明治期になりますと、2代目の三遊亭圓生師匠が明治の新しい笑いということで、いろいろ講談や浪曲、芝居など他の芸能として、落語にとどまらず、演じられる名作ですね、神経笠舟が淵とかですね、怪談牡丹道路、これ確か米朝師匠のが得意な
演目であったりするんですかね、確かそうだったと思うんですけれども、ただその後明治政府の寄席での演芸類似行為を禁止するというような施策が行われた時に、こういう講談や浪曲、あのいろんな鳴り物とかをなくして、道具話とかをなくしてですね、いわゆる今の江戸落語、いわゆる江戸落語で見られるような扇子とか手ぬぐいのみで、話だけでこう演じる素話の形態をこの三遊亭圓生師匠2代目が、この明治政府の施策に、応じて行っていくようになった。そこからだんだん今の江戸落語の形ができていくようになったと言われております。はい。で、時代はどんどんこう、いろいろですね、文明開化が、音がパカパカしてきてからですね、 SP レコード音なりましたか？ですね、じゃあパカパカいきますけど、 SP レコード普及とかですね、ラジオテレビの普及によってですね、今、テレビとかでも見られるようになったりとか、寄席だけじゃなくてカフェとかそういうところでもいろんなところで落語が聞けるようになった昨今でございます。はい、いかがでしたでしょうか。最後は本当に駆け足になってしまいましたが、時間配分、そしてオチのない時事ネタ時事のニュースなどもござれ、時間配分がしっかりされてない、オチがない時事ネタ時事のニュースなんでもございます。おなじみでございますね。安心がなく、今後もですね、真摯にニュースを切っていきたい。はい、どうでしたか。また来週、また江戸落語もですね、いろいろテーマがありますから、新章文楽とかいろいろ言いたいことがありますけれども、今日はここまでにしたいと思います。それではお後がよろしくないようですが、さよなら。